ーティストが最初にこう自由に使える個人衛星と。そこにソニーのカメラを載せて好きに撮っていいですよ。海景をずっと撮ってきたんでね。で僕はこれじゃあ月の海を撮らせてください。超規模クレーターを1個もらってそこにこういやちょっと月に行くのはちょっとお金がかかりすぎとまずは地球軌道上で実験をしてみませんかという話で始まったんですけどね。それからまあ宇宙視点っていうね大きなテーマを与えられて、地球上の資源というのはこう有限であるということがみんなが分かってきて、どうすればいいのかということをもう一回宇宙的な視点で考えてみる。我々が今文明の段階でどういうところに至ったのかということを反芻してみようという企画にだんだんなっていったということですね。じゃあ杉本さん、今日はよろしくお願いします。今日はよろしくお願いします。今回のプロジェクトなんですけどね、はい、ソニーと JAXA と東京大学、はい、そして、杉本さんと江ノ浦測候所の、うん、こう何でしょう、コラボレーションとして、はい、宇宙から写真を撮るということが予定されているわけですが、まずですね、このプロジェクト全体がその宇宙というキーワードがあると思うんですけども、うん、その時にその宇宙視点という言葉も出てくるわけなんですね、うん、よくまあ昔の SF なんかでもね、その人間は宇宙に出るようになったならば、それまでは国とか民族とかでこう対立をねずっとしていたりして、そういう問題も宇宙に出るとなるとですね、ある種解消される面もあるだろうとか、もうちょっとファンタジックに言えば宇宙人がこうやってきて地球の中でごちゃごちゃ内戦やってる、じゃあちょっと宇宙人と対話できないからね、もうちょっとまとまろうみたいにして、言うなればそのアーサー・C・クラークが言っていたような、地球がまだ幼年時代にあって国に分かれているところから、こう世界政府じゃないですけどね、そういうまとまりを見せてようやくこう大人になるみたいなね、そういうビジョンっていうのもあると思うんですが、そういう見方からした時には現在私たちは宇宙視点には到底たどり着いてないような気もしますね。それやっぱり19世紀から20世紀にかけての SF で、まあそういう地球外の敵が出てきて人間がまとまるという、そういう、こうファンタジーっていうか、こう非常に夢のようなんですね、それが現実的にはそうにはいかないということがはっきり、ますます、地表間同士の争いというのは宇宙をめぐって激しくなっていくというような兆候は見えてますよね。これがどうすればいいのかということをもう一回宇宙的な視点で考えている必要があると。科学から空想へという、フレーズがあったわけですが、これは皆さんもご存知かもしれません、連想するかもしれませんが、その逆ですね、空想から科学へという、本がありまして、これがエンゲルスというね、思想家というか、そうですね、マルクスの英雄ですね、はい、ですね、が書いた、ね、空想より科学へというのが、19世紀に起きてきた社会主義の思想
が当初出てきたのはいいんだけども、とてもこうユートピア的でね、あの箸にも棒にもかかんないので、それを科学としてちゃんとやろうぜというのがこの19世紀のビジョンだったわけですが、今回杉本さんがこれをひっくり返しているわけですよね。そこの含意というか、あの意図というのはどの辺にあるんでしょうか。この科学から空想へというふうにもう一度、はい、ですからその空想から科学へということは、まあ19世紀の時点でそのマルクスと一緒に資本主義というのはもうこう資源を食い尽くしていくそのシステムとしてそもそも破綻しているから社会主義共産主義に行かざるを得ないという歴史的な必然を解いていったわけですよね。人間のその心っていうのは科学で解明できないと思われてるんですよね。それが人間というのは物を作って労働をしてそれを分かち合うというその物を媒介してる、商品というものを媒介してるから、商品の物の動きの、歴史として見れば科学として、物の科学として成り立つから、ですから社会はそういうふうに理路整然と、共産主義社会へと向かうというふうな理論を作って、これに世界中の知識人が共鳴したわけですね。そうですね。僕が大学生だったら64年から70年というのは最後の、共産主義のユートピア思想というのが知識人であるならば、左翼であるという時代だったんですね。で、僕はそういう影響のもとにこの本を高校生の時に社会の先生から、教えられまして、ああそうなのか、すごい、思想だ、マルクス主義っていうのはすごいもんだなという影響を受けたんですよね。現状をきちんと分析して、学術的科学的に未来を、思い描けばこのようにね、進歩進化していくんだというのが一種の科学的な発想にあると思うんですね。でこれっていうのはでも残念ながら現在を分析してその延長線上でしかものを考えない傾向があるので、まあ、企業活動とかね経済活動もその最たるものですけど、それだけだとさっきのお話の通りもう破滅が迫ってきた時に、ね、絶対に迫ってきて予感がじわじわと体感できるような時代になってきたんですよね。で今は止めどもない格差社会になっていると、そこでようやっと資本主義は破綻するんだぞというリアリティが出てきたんですね。ですから今またマルクスのその資本主義の考え方っていうのをもう一回考えようっていうことで、斉藤さんという人がね、人新世の資本主義という本が今売れているということですよね。それ非常に面白い現象であって、その科学的な、ね、予測だけでは足りなくて、やっぱりどこかでジャンプしたり、今までなかったものをバッと捉えて、でそれを今までのこのままいくとこうなんだけど、新しい見方が登場することによって、まあ、パッと違うところに移動するっていう ね、これはアートの力っていうことなんですね。科学的な事実の積み上げが我々そのもうこれ以上科学の領域じゃなくて想像力の領域に入っていくと、だからまたここで逆転現象が起こるんじゃないかなと、要するにアーティスト的な人間がその科学的な科学者とかそういう人たちと共同で何かこう人間のその意識とか想像力がどこまでいくのかっていうことをこれから考察していかなくちゃ、だから科学的な知見と拮抗するわけではないんですけど、なんか不思議な真実とは何かという真実のこの基盤そのものですよね。それをもう一回考えざるを得ないっていう時代になってくるんじゃないかと思うんですね。ですからもう一回二回目のコペルニクス的な展開が人間の意識の中に現れないとこのまま滅びるんではないかという危機意識はありますね。
これは鎌倉時代の大蔵界漫画です。たまたまお願いしている表具屋さんの、倉庫の中から発見された先代が、求められたもので表具してない状態で見つかったんですね。でよくよく見るとこれは古いんじゃないかと、やはり、鎌倉はあるなと僕は直感したんですよね。ですからまあ拾い物なわけなんですよね。でこういう科学から空想へというテーマで何かこれを生かしたいなと。で表具にするときはどうしたらいいだろう、まあ、普通だったらちゃんとした憲法の表具にするんですけども、曼荼羅とは何かということを考えたときですね、西洋の、まあ、宇宙観と東洋の宇宙観というのは非常に、違うアプローチで進んできたということですよね。周りの表具になっている部分というのは1920年代の、西洋的なその宇宙観をこう解説した本なんです。一番上はギリシャ時代のその星座の各神々を当てはめてる。で一番下がこれはソーラーシステムって書いてある、太陽系の宇宙の順番とかそういうものなんですね。あと日食月食の観測の状態というものもあります。何か大きな宇宙の中でも我々のその立ち位置というのが1920年代のそのこの知見の状態なんですよね。ギリシャから始まる西洋世界では心の探求ではなくて、我々が見えている物質界はどういうふうに原理があって動いているのかということを探求していくという方向で、心の探求と物質界の探求と2つにこう分かれたわけなんですよね。大蔵界漫画の中心がまあ大日心如来ですね。八葉が周りを取り囲んで、それから如来菩薩天部とだん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 こう中心に一つの、悟りの境地というのがあって、位が低くなっていって物質界に惑わされている人間の心ということに散っていくんですよね。それで周りがその物質界の探求が取り巻いているというのは曼荼羅としても成り立っている面白いのではないか。どちらがどちらということでもなくて、2つの非常に違うアプローチでもって、世界とは何かを理解しようとする2つの方法が合体して、それを我々もう一回咀嚼して考えてみる必要があるんじゃないか。世界というのは心の現象なのか、それともただただ物質界があって、その物質の慣れの果てに人間というのがその生物界に生まれたのか、そういう意味でね、今まさにそういうことが一番問題になっているんではないのかなと。先ほど名前が出てきたエンゲルスの著作というか、うん、まあ、草稿なんですけどね、刊行されなかったメモなんですが、うん、猿が人間になるについての労働の役割という本を文章を彼は書いているんですね。エンゲルスはこの文章の中で、うん、猿が人間になるについての労働の役割っていうのは非常に重要だったということを言いながら、うんうん、しかしその労働がこう進んできた結果、人々がその分かりやすく言えば直近の利益のことばっかり考えて、うん、ものをやるようになっちゃって、ね、これはろくなことにならないって話を、まあ、要するにしているんですよ ね、 遠い未来のことをもうちょっと考えるにはどうしたらいいかっていう概念がそこにあると思うんですよ ね、 でそこで杉本さんがね、今回このフレーズをね、うん、借用しながら考えてみようっていう時に、労働っていう位置に入る何かキーワードが他にもあるということなんですね。時間っていうのは普遍ではなくて、うん、永遠というのも永遠にあるわけではないわけですね、うん、有限なわけです ね、 有限ですね。例えば地球が1年が365日というのは我が今生きている現時点での観測値であって、うんうん、サンゴ礁のサンゴっていうのは潮の満ち引きで、うん、1年のうちに365本の線がつくらしいんですね、うんうん、3億、5000万年前は385本の筋が、うんうん、1年は385日だったんですよね、うんうんうん、で6億年前はですから1日は22時間だったということですね、うんうんうん、我々人類猿から人間になったって20万年前とか言われてますけどね、うんうん、
これ文明化になってから 1万年とか5000年、エジプトから数えて5000年とか、はい、そういう非常に何て言うかな、物質の時間の流れの中で我々人類が文明を作って5000年というのは本当に瞬間的な時間、うん、つい最近のことなんですね。なんで人間だけが人間になれたの？人間が人間らしくなったということは、人間というのは時間の意識を持ったということじゃないかと思うんですよね。因果を知るって言いますけどね、原因に対して結果があって、それが時間をと通過して春に種を植えると秋に実るとかですね、今日罠を仕掛けると明日獲物がかかるという、この因果関係を知ったのが人間の第一だと思うんですね。種子というものが人間の胎児の中のこう生命そのものに備わっているという考え方なんですよね。悟れる種子を持って子供から大人になっていくんだけども、大人になりにつれてそれがいろいろなその、暗雲垂れ込めるこの世界でですね見えなくなっていくと。今日はたまたま弘法大師の命日であるということで、弘法大師はその、塔に行って、で絵家という密教、まあの、創始者でもあるということなんですよね。仏教というのは、まあ、仏様が、まあ、紀元前600年か生まれて、ある一つの宇宙に対するその空っていうんですかね、世界のこう、原理を体得したっていうんですかね、これをまあ広めていって、後でいろんな研究者学者が宇宙全体はどういうふうになっているのかと考察してきたんですね。その宇宙はどういうものかということは、人間の心というものがその世界を見ていると。ですから宇宙というのは人間の意識の一つの発展形態ではないかということで、人間そのものは何かということで心の探求に向かったんですね。心が宇宙にからどういうふうに、心が宇宙を作っているのか、宇宙が心に表されているのか。我々が今文明の段階でどういうところに至ったのかということを反芻してみようという、まあ、企画にだんだんなっていったということですよね。そういうことからちょっといろいろな、先生方に、興味のある質問をしていくというのを、まあ、シリーズにしていこうかなと。山本さんにもいろいろ協力いただいて、面白い人を見つけてこようと。この壁だけが残って、はい、このガラスは吹き飛んで天井も天井もないと、はい、なんかその石が転がってるのは、なんか意味があるのかなというような遺跡になると思うんですよ、そういう場所でその2020年代のね、あの前半にこんな話がされたんだよという ね、その記録は、あの残ってほしいですね、まあ、デジタルにしとかね、石に刻んでるんですよ、はいこの物語は江ノ浦測候所を終生の作品として作り続けるアーティスト杉本博司と、人類を宇宙へと導く手助けをしようとするソニー、JAXA、東京大学が手を組んで、宇宙からの視点をアーティストに託してみるという初の試みを記録するものです。今まさに打ち上げが予定されている2022年の宇宙の旅を前にして、人類がこの地点にまで至り得た歴史的過程をもう一度振り返り、私たちはこの先どこへと向かえばよいのかを考えてみる手助けとなるような思考の場を持ちたいと思います。未来が輝いていた前世紀とは打って変わって、
私たちの環境そのもの生存余剰権が問題となっている今日この頃、文明の育成と科学技術のありようについての思索の旅へを宇宙への旅の道連れにしたいと思うのです。